歪み集中帯とは、長期的に見て、地殻変動による歪みが特に集中している地域のことである。日本では、1990年代以降に GPS による精密な測地が可能となったことにより、その存在が明らかとなった。主な歪み集中帯として、新潟神戸歪み集中帯や日本海東園部の歪み集中帯がある。 日本列島周辺のプレートの分布1980年代半ばには、伊豆半島と伊豆諸島を除く日本列島は、西側はユーラシアプレート、東側は北アメリカプレートの上にあり、その境界は日本海東遠部からフォッサマグナにかけての地域であるとする学説が主流となった。これは現在もほぼ同じである。しかし、1990年代に入って、 GPS による観測が始まったことで、日本各地の数十数百という観測点の移動を常時精密に観測することが可能となり、この観測結果をもとに研究が進められた。日本列島の各地点の移動方向を地図上に表すと、神戸から新潟にかけて、あるいは北海道最北端から新潟にかけて、移動方向が急激に変わる体調の地域が分布している。 2001年にはすでにこれらの地域が歪み集中体と呼ばれていたことが記録に残っている。これらの歪み集中体は運動学的に見た前述のプレートの境界にあたるものだとされている。ただし厳密には単純に応力が集中しているのか、それとも知覚が弱く脆いことで歪みが集中しているのかということは詳しく解明できていない。 2004年になって、ひずみ集中帯で M6.8 の新潟県中越地震が発生した。これを契機に、ひずみ集中帯で発生する地震や地質活動などについての研究機運が高まった。一方、メディアや市民の間では、都市直下型地震や西日本の地震、海溝型の巨大津波地震への関心が高まり、同時期に政府による関東直下型地震、 東南海、東海地震などの被害想定も発表されるなどし、能登半島地震の発生後まで続いた。しかし、新潟県中越沖地震の発生により、歪み集中帯に関する報道が一気になされた。日本列島を外観すると歪み集中帯は一つの帯状の地域であるが、詳細に見ていくと、実は歪み集中帯は、所々で帯が引き裂かれたようになっており、 飛んで分布しているところもある。これらの地域はいずれも逆断層や集局が多く圧縮の力によってできたことを示している。また、歪み集中帯と火山活動との強い関係性は示されていない。また、歪み集中帯は地震の多発地帯であることから、その地帯の中で地震活動が少なくなっている地域の多くが地震空白域にあたる。 新潟神戸歪み集中帯のおよその位置を示した図新潟神戸歪み集中帯や日本海東園部の歪み集中帯がこのような位置に形成される原因としていくつかの説が挙げられているがまだ有力な定説となるまでには至っていないただし日本海東園部の歪み集中帯についてはユーラシアプレートと北アメリカプレートの境界域であり まだ潜り込みが浅く開口ができてない状態と見ることもできる。一方、新潟神戸歪み集中帯の近く下部に水が多く存在しているという観測をもとに、プレートの移動による圧力を加えて歪み集中帯を作る構造を考えると、近くの強度が均一なら歪み集中帯周辺の近くの厚さは5トル程度と推定され、 地殻の厚さが均一なら歪み集中体周辺の地殻の男性定数が約半分だと推定されるという研究結果がある。また、新潟神戸歪み集中体の中に位置する後、津川断層の調査を通して地殻構造や地殻のズレを調べて原因を解明しようとする動きもある。第141回地震予知連絡会記事、概要地震予知連絡会。 平成13年2月19日、中部日本のプレート協会と東海地震、日置康介、宮崎新一、月間地球号外41、146から150、2003、新潟神戸歪み集中隊、佐欺谷竹静一東北日本古内隊における、地質学的な歪み集中隊地震調査書資料、地震予知連絡会、平成13年2月19日、 中部地方の陸域震源断層への応力、蓄積過程のモデル化、表土を守る、2002年7月2日富山、石川、岐阜、長野県を中心とする総合観測について、北海道大学、弘前大学、東北大学、東京大学地震研究所、名古屋大学、京都大学防災研究所、九州大学、鹿児島大学など、2004年、ありがとうございます。